アクセルとブレーキの踏み間違い、後を絶たない事故に街の人は、信号をに気が付くのがちょっと遅れているかなってよく言われるんですよ。娘にね言われてますね。もう68なんだから70になったらもう返しなさいよって言われてます。今年は先月末までに高齢ドライバーが運転する状況で起きた死亡事故はすでに26件、さらに道内で起きたすべての死亡事故で見ると運転手が高齢者だった割合は4割以上とここ10年で最も高くなりました。札幌白石区では6月、乗用車が雑居ビルに突っ込み、中にいた女性が怪我をする事故が。運転していたのは80代の男性でした。事故の後、男性は運転免許を自主返納したといいます。はい、40まで上げてください。一時停止線完全にオーバーしてる。ああ、一時停止ね。札幌市内の自動車学校で開かれた高齢者講習の様子です。次の誕生日で満70歳以上となるドライバーが免許更新の時に受けなければならない講習ですが、苦戦する高齢者も。はい、一時停止違反。あ、そうか。いや、一応止まってんだけどな。いやいや、全然止まってない。あ、そうか。はい、行って。あ、いや、動いてるよ。はい、かすかに動いてる。あ、そうか、かすかに動いてる。まあ、やっぱり厳しいな。ちゃんとあれ、停止線守んないと。言ってることわかる？何？停止線を守ってください。うん。停止線動いてるでしょ。行き過ぎてくる。うん、講習で大きな事故につながりかねないミスを指摘された参加者たち、改めて安全運転に向けてのポイントを学び直しました。体力にも結構自信あるからね、私もう私は本屋に行ったりとか買い物したりとかね、ボケ防止っていうか心がけて、より事故を起こさないために運転しなきゃならないのかなっていう感じはするね。大体が町内の買い物くらいです。お母ちゃん乗っけて、遠道は無理しない。車がないとやっぱり不便なんですか？不便だね。広い道内では車は生活に欠かせない移動手段となっているケースが少なくありません。実際免許を返納した後の生活に不安を感じて躊躇する声も聞かれました。札幌でもそんなに、まあ、なくてもどうにかなるかなって気はしてますけど、地方行ったら地元が帯広なんで、地元行った時はやっぱり車がないと向こうは難しいですね。これは道内の高齢者の免許返納の推移です。東京池袋で暴走事故が起きた2019年のおよそ2万件をピークに年々減少し続けています。高齢の親を持つ人からはこんな声も。いや、言いにくいですね。車好きだし、行けるとこが少なくなっちゃうかなっていうのもあるので、買い物とか大変になったり。男の人にはちょっと聞いたら切れそうなので聞かないですね。本人にはなかなか切り出しにくい免許返納ですが、自動車学校では事故を防ぐために家族の協力が重要だと話します。家族も一回横に乗ってですね、そういうおじいちゃんおばあちゃんの運転がどういう程度がちょっと認識してもらうっていうのも大事だと思うんですよ。それでもって危ないんだったらやっぱり家族からですね、強い言葉で免許をね返納するように進めてもらうしかないと思います。一方、病気をきっかけに5年前に免許を返納した男性は、返納後の高齢者を置き去りにしないような仕組み作りが必要だと訴えました。逆走の問題だとか今結構多いでしょ。ほとんどが高齢者でしょ。だからみんな返納した方がいいんじゃない。年寄りに対していろんな策を考えた方がいいんじゃないのかな。悲惨な事故を防ぐため早急な対策が求められています。
免許返納を考えている高齢の方も増えているとは思うんですけれども、やはりその返納後の生活を描きやすい社会づくりっていうのも求められていますよね。そうですね。私も同じ立場であったら免許を返納することに不安を感じるだろうなというふうにも思います。実際に返納者に聞いてみますと、その買い物の際に不便を感じたという方多いんですが、実はメリットを感じている方も多いそうなんです。こちら民間企業が免許返納者に運転免許を保有しなくなってよかったことは何ですかとアンケートを取った結果です。1000人に取ったうちのおよそ6割の方が事故を起こす心配がなくなったというふうに話しているんです。その他、移動にかかる費用が安くなったや、運動量が増えて健康になった、家族に安心されたなどメリットを非常に感じているそうなんです。ただ不安を感じて免許を返納できていない方がいるというのも現状です。返納した後のその生活をどう維持するのか、その環境づくりとともに相次ぐ事故を防ぐ対策が求められています。